皆様こんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。本日も東京日本橋兜町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から生放送でお送りします。解説は内藤証券投資調査部チーフストラテジストの千原康弘さんです。千原さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではまず中国株式市場の動きを振り返ってまいります。中国本土市場の上海総合指数は昨日6月14日火曜日の終値が 3288.906 ポイントでして、先週6月7日火曜日の終値に比べ 1.5% 高でした。続いて香港市場のハンセン指数は昨日6月14日火曜日の終値が 21,067.99 ポイントでして、こちらは先週7日火曜日の終値に比べ 2.2% 安となりました。それでは先週から今週にかけての解説をお願いします。はい、ではですね、中国本土市場の動きから見ていきたいと思います。こちら上海総合指数の動きですね。4月26日に約 1年10ヶ月ぶりに終値が2900ポイント割り込んだんですが、その翌日にインフラ建設のを推進する中国政府の方針が明らかになりますと、地合いが好転しました。4月29日には5営業日ぶりにですね、終値で3000ポイントの大台を回復しています。そしてメーデー連休明けなんですが、一旦調整したんですけれども、株式相場の安定に前向きな証券当局者の発言がテレビで流れまして、買い戻す動きが広がりました。これを機に上海総合指数は回復傾向を強めまして、5月20日には約1ヶ月ぶりに終値で3100ポイントを回復しました。ただ、節目の水準を抜けたことで5月24日は、売りに押されます。大きな陰線立ってますね。で、5月25日はですね、今度はその上海市の都市封鎖が6月から解除されると伝わりました。それで上海総合指数は再び回復基調を強めていきます。5月31日には幅広い分野にわたる経済安定策が発表されまして、これを背景に6月6日には、約2ヶ月ぶりに終値で3200ポイントを回復しました。6月10日なんですが、インフレ懸念が後退しまして、統計の発表でですね、上海総合指数は前日比 1.4% 高となりました。海外投資家の売買もですね、大幅な買い越しとなりましたね、この日は。で、昨日なんですが、上海総合指数は、新型コロナ感染の再拡大を警戒して低く寄りついたんですが、5場でですね、金融株などが買われまして反発しました。中国政府の景気対策などへの期待を背景にですね、上海総合指数はご覧のように回復を続けてますが、中国国内のコロナ感染状況が不安定材料ともなってますね。アメリカの金融引き締めも、その上海市場とかに、売買している海外投資家の動きに影響を及ぼしたりもしてます。上海総合指数ですね、ここ1ヶ月余りでかなり回復してきましたので、100ポイント刻みの節目の水準を抜けると一旦調整しやすくなってますので、ちょっと注意が必要ですね。はい。で、続いて香港市場ですね。こちらハンセン指数の動きですが、4月29日に、2万1000ポイント台を回復しました。一番左ですね。その後はアメリカ上場中国企業ですね、アメリカに上場している中国企業の上場廃止が警戒されまして大きく調整します。5月10日には7営業日ぶりに終値が、2万ポイントの大台を割り込んでますね。しかし先ほど紹介しましたように、上海総合指数が証券当局者のですね、発言を交換して、このポイントで大幅高になりますと、ハンセン指数もですね、ここから回復基調を強めていきました。5月17日には6営業日ぶりに終値で2万ポイントの大台を回復してますね。その後なんですが、大型 IT 企業の四半期決算が地合いを左右していきました。5月19日は、テンセントですね、これの四半期決算が市場予想を下回ったことで、他の大型 IT 株が連れ役すとなりまして、ハンセン指数もですね、前日比 2.5% 安となってます。
で5月25日なんですが、上海市の都市封鎖が6月から解除というニュースが伝わりますと、ハンセン指数も回復傾向をここから強めていきましたね。5月30日には18営業日ぶりに終値で2万1000ポイントを回復、節目の水準を超えたことでその後は一旦調整するんですけれども、中国の景気対策や IT 規制の緩和などを材料に、6月8日には約2ヶ月ぶりに、終値で2万2000ポイントの大台を回復してますね。しかしですね、その後は今週月曜日まで3日続落となりました。昨日の終値は、昨日はですね、その2万1000ポイントの、節目をですね割った状態で寄りついたんですけれども、下げ幅を縮めてかろうじてなんですが、4日ぶりに反発しています。香港市場はですね、上海市場に比べてちょっと動きが不安定ですね。その背景にはアメリカの金融引き締めの警戒感があります。香港ドルと米ドルは為替レートがペックしてますので、その為替リスクを気にせずにですね、金利が高い方の通貨へこう投資マネーがどんどん流れていくんですね。で今米ドル金利がこう上昇していますが、そうなると香港市場から投資マネーが流出する、要はなんか、香港ドルから米ドルに変える動きがこう強まりますので、これが地合いの悪化に影響しますね。香港市場はアメリカの金融政策に敏感ですので、上海市場と違うトレンドを形成する動きがですね、今後強まるかもしれません。はい、わかりました。以上、直近の株式、中国株式相場の動きを解説いただきました。この後は知って得する情報コーナーです。知って得する情報コーナー、このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げてまいります。今日はどんなお話になりますか？はい、今回はですね、中国の EV 最大手の BYD の話をしたいと思います。中国はですね、世界最大の EV 市場ですね、 EV 電気自動車市場でして、 BYD はその大手最大手のメーカーなんですね。こちらをご覧ください。こちらは、世界の地域別 EV 販売台数ですね。国際エネルギー機関 IEA のデータから作成したんですが、世界の EV 販売台数は2021年に年間に657万台に達しまして、この10年で134倍となっているんですね。中でもこの赤い部分の中国なんですが、この10年で447倍に膨れてます。ただし今でもなんですが、そのガソリン車を含めた自動車ですね、自動車販売台数に占める EV の割合は、現在でも世界全体ではまだ1割にも満たない状況ですね。これからどんどん成長していくことが期待されます。ご覧のようにこの EV 販売台数というのもこの10年間でどんどん成長が続きまして、2021年は世界全体で前年比 120% 増ですね、急拡大しましたね。中でもご覧のように2021年の赤い部分ですね、その中国なんですが、前年比で 175% 増を記録しまして、世界全体の 53.5% を占めました。中国多い時なんか 66% 占めてましたからね。このように世界的にそのガソリン車から EV へシフトする動きが続いてますが、中国はですね、世界最大の EV 市場なんですね。この中国の EV 市場で最大手のメーカーが BYD なんです。2021年は中国の EV 市場での その販売台数シェアですね、約 17% で、世界市場では、BYD ですが、そのアメリカのテスラに次いで2位でした。なるほど、中国は世界最大の EV 市場となっているわけですね。その上、昨年は世界全体を上回る成長率を記録しているというわけなんですが、最大手の BYD もかなり販売台数伸ばしたのではないでしょうか？そうですね、 BYD もかなり販売台数を伸ばしてきましたね。そこで BYD のですね、月次の販売台数を2018年から見ていきたいと思います。こちらをご覧ください。まずその判例の部分を見ますと、
棒グラフの赤い部分がガソリン車で、BYD は EV だけではなくガソリン車も製造していたんですね。続いて青色が、純電気自動車ですね、 BEV っていうんですが、電気だけで動くものです、うん、で黄色はプラグインハイブリッドカーですね、 PHEV なんですが、一般的にはですね、この BEV と PHEV 合わせて電気自動車 EV って言います、うん、で緑色は、まあ、バスなどの EV 商用車ですね。で折れ線は BYD の販売、自動車販売台数に占める EV の割合です、はい、で2018年は、まあ、ご覧のように EV 販売が急増した年ですね、左側ですね、うん、でこの年の1月は EV が占める、自動車販売に占める割合って 17.3% しかなかったんですが、7月にはですね 50.4% に、達しましたね、うん、で続いて2019年なんですが、前年に比べて、まあ、販売台数が落ち込んだ上、下期になると赤い部分のガソリン車がですね増加して、まあ、EV が占める割合も低下します、はい、そしてコロナ禍の2020年なんですが、上期の販売は低調でしたが、まあ、その下期からですね EV を中心に好調となりました。そして2021年以降なんですが、販売台数がご覧のように急増していきます、うん、で赤色の、ガソリン車ですね、見てみますとますます少なくなって、はい、折れ線の EV の割合が急上昇してますね。そして2022年ですね、今年の3月から販売する自動車のすべてが EV になりましたね。こうして BYD ですね、つい数ヶ月前に完全な EV メーカーになったんですね。ガソリン車からも脱却してます、うん、で2021年の販売台数ですね、前年比 73% だそうだったんですけど、 BYD の自動車販売台数ですね 73% 増だったんですが、 EV に限りますと 218% の増加でして、まあ、中国の、ね、EV 市場全体の成長率を大きく超えました。うん、かなりの伸びですね、はい、そして日本では中国の格安 EV が、ね、うん、よく紹介されていますけれども、はい、BYD もそうした EV 製造しているんでしょうか。ちょっと違うんですね。その日本ではなぜかその格安の EV ばっかり紹介されているんですが、うん、BYD の EV は違います。こちらをご覧ください。これはですね2020年発売の BYD ハン、漢字の漢って書いて半って読むんですが、うん、こういう EV ですね。でこのバージョンの最低価格ですね、26万9800元で、まあ、日本円現在のレートで言いますと、約540万円ですね。かなり高級ですね、はい、で BYD が自社開発した安全性の高いブレードバッテリーっていう電池を搭載してまして、航続距離は 715km です。充電時間はですね、30% の状態から 80% にするまで約30分ですね。で電気自動車って加速がすごいんですけれども、時速100キロに到達するまでの加速時間はわずか 3.9 秒です、うん、でこちらは、運転席ですけれど、インテリジェント運転支援システムを搭載しています。このタッチパネルとかがついてますよね。で、通信機器メーカーのファーウェイが手掛けたシステムも搭載しまして、まあ、スマホからの操作もできます、もちろん 5G 技術も、採用してますね。かなり、ね、高級でかつ高性能ですよね、はい、さすが中国最大手の EV メーカーという感じがしますよね。そうですね。で BYD の強みなんですが、この多様な価格帯の EV を、いろんな種類の EV を製造しているところですね。だから手頃な値段もありますしね。ただ格安は作ってないですね、うん、しかし BYD って会社はその EV だけの会社じゃないんですね。BYD のこの売上構成を見てください。これは2003年からの年次の数字なんですが、 BYD はですね、まずその携帯電話用充電池のメーカーとして創業しました。だから電池に強いんですね。続いて、携帯電話やスマホの組み立てで発展します。で近年はご覧のように自動車製造で飛躍しました。で自動車部門は、ご覧のように売上高の半分を占めるようになってますけれども、昔からのですね事業も、継続してます、はい、で最後に純利益なんですが、経営がこう多角化しているのでね、なんか片方がいい時でも片方が悪いとかいうことがあったりするので、まあこの変動がこうご覧のように結構大きいんですが、ただ上場してからの年間赤字っていうのは一度も経験したことないですね。
このように BYD という会社なんですが、その先ほどの売上構成の変化に代表されますように、世の中の動きを敏感に捉えて、それに合わせた事業に力を入れるというなんかフットワークの軽さがあるんですね。例えば新型コロナが拡大しますと、すぐにですね、その不織布マスクの生産を始めまして、その電気自動車の会社なのにね、マスクの生産を始めて、あっという間に世界最大のマスクメーカーになったりしてるんですね。その一方で、その自動車販売とか、自動車用半導体ですね、半導体やあと車載電池も、よそから買ったりするんじゃなくて自分たちで作るという、まあ、メーカーとしての、まあ、骨太な一面もあったりします。まあ、非常にユニークな会社ではないでしょうかね。そうですね、注目ですね、これからも。はい、はい、ありがとうございました。今回は中国の EV 最大手 BYD についてお話しいただきました。それでは今回はこのあたりで失礼します。千原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。